がこの一帯を支配していた。その圧倒的な勢力によりかえってその一帯は統率が取れていた。道を進む無限の旅路、この世は争いばかり、逃げればその無限に唯一屈することなくたった二人で渡り合った兄弟がいた。天宮兄弟、天宮兄弟やって名を上げようとするやつなんてな、5万という。それに昔二人とも格闘技やってて、その全てが返り討ちだよ。それにな、一番上の兄貴はもっと強い。しかし仲間の手によって琥珀の親友である達也が命を落とし、つくもも昏睡状態になったことから無限は解散した。天宮兄弟も姿を消し、彼らの存在は伝説となった。その後この地域には5つのチームが頭角を現す。ぶっ殺されてえのがてめえら。その痛みの先にあるものは何だ。俺たちは何のためにその拳を振りかざしていたのか。この街を守りたかった。山王連合会、女を必要に悲しませる男は許さねえ。二度と女を傷つけんじゃねえぞ。ホワイトラスカルズ、拳一つで鳴り上がる。そのために親子の看板背負ってんだ。行くぞてめえら。親孝行、俺たちは家族のため生きることを決して諦めない。だから誰よりも高く飛ぶ。家族に手出すなら容赦しねえぞ。ルードボーイズ、始めるか。お前ら逃げんな。ことを歌かな。やられる前にやる。ソードの祭りはダルマ通せ。ダルマ一家、各チームの頭文字を取ってその地区はソード地区と呼ばれた。ソードのチームが抗争を繰り返す中、コアクさんですよね。私が知っているのはね、あなたの友をやったもの。琥珀の親友達也を殺し、ソードの支配を目論んでいたのはクリューグループだった。 Yeah! One time alive! Let's take my soul!Thank you.
喉を潰してください。潰せ。彼が率いた音楽とファッションが俺らを救ってくれた。人生変えるために自分たちの理想郷を作る。戦いのスペシャリスト、マイティーウォーリアーズ。金のためなら手段を選ばないスカウト集団。手ぶらで戻ってきたらぶっ殺すぞ。ダウト。この2チームと共に湾岸地区での大抗争に向かった。一丸となったスウォードの各チーム、目覚ませ。琥珀の実を案じた仲間たちによって計画は失敗。帰ってきてくださいよ、琥珀さん。琥珀は本来の姿を取り戻した。雨宮兄弟はリトルアジアで姿を消した長男タケルを探していた。どういうつもりだ。お前に拝んだけどか、スモーキーの妹が拉致られた。あ、そいつを助ければ兄貴のことが分かるかもしれない。タケルさん、兄貴のこと知ってんのか。どこにいる。タケルは両親の死がクリューによるものだと気づき内部に潜入。 USB が世に出たら全部終わりだ。カジノ計画の裏帳簿が入った USB を奪い公表しようとしていた。この1年間ずっと兄貴を探してた。このままじゃタケルさんは殺される。これで貸し借りなしだ。貸したつもりはねえや。兄貴連れて帰っから。来るな。兄貴。タケルはクリューに殺され、雨宮兄弟は兄が命と引き換えに残した USB を神園会との争いの末手に入れた。大切な親友のため、愛する家族のため、生まれ育った町を守るため、スウォード地区を舞台に USB をめぐる新たな戦いが幕を開ける。全ては力と金だ。JC だ。よろしく。神に感謝しろよ。この町のことは俺らが何とかするしかねえ。スウォードで協定を結びたい。お前らに手伝ってもらう必要はない。俺たちは花から鶴のたちじゃねえわな。
兄貴のけじめつけに行く。お前ら二人が終わらせろ。 Back when I was a kid, my mom told me how to let go from everything。 全部ダウトがいただく。 That's what she told me, cause nothing, nothing comes for free。 Whenever I feel like I'm all alone。 奪うためじゃねえ、守るための戦いだ。ラスカルズカーフね。スウォードの終わりだ。俺は大丈夫だから。スウォードの頭があんな野郎に手こずってんじゃねえ。ずいぶんやられてんな。うるせえバカ。行くぞてめえら。一緒にいるだけが仲間じゃねえ。ハイ&ローザムービー2エンドオブスカイ。